ジェームズ・バーズ・アイ・マクファーソンは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。アトランタの戦いで戦死し、この戦争で戦死した者としては、北軍で最高位だった。マクファーソンは、オハイオ州、クライド近くで生まれた。オハイオのノーオークアカデミーで学び、1853年に、陸軍士官学校を、 同級の中で一番の成績で卒業し、同期には、フィリップ・シェリダン、ジョン・マカリスター・スコフィールド及びジョン・ベル・フッドがいた。フッドは後に、西部で敵対することになった。マクファーソンは、将位として、陸軍工兵隊に配属になった。卒業後の一年間は、士官学校で、応用工学の教官補となり、次に1854年から1857年まで、 ニューヨーク港の防衛とハドソン川の改良で、技師補となった。1857年、デラウェアトリでの建設を監督し、1857年から1861年は、カリフォルニア州サンフランシスコで、アルカトラズ島の防御を施す監督技師となった。南北戦争の開始時点で、サンフランシスコに駐在していたが、 公兵隊への転属を希望し、東部へ転属されればその経歴を上向かせられると考えていた。1861年8月1日にカリフォルニアを離れ、間もなくニューヨークに着いた。そこで西部戦線の指揮官の一人であるヘンリー・ハレック、少将の参謀職を希望した。この希望が叶い、ミズーリ州セントルイスに赴任した。マクファーソンの軍歴は、 この配属の後で上がり始めた。ヘンリー・トリデとドネルソン・トリデを占領した時は、ユリシーズ・グラント順将の下で中佐かつ、公平義士だった。シャイローの戦い後、準将に昇進した。1862年10月8日、少将に昇進しその後すぐに、グラントのテネシー軍で、第17軍団指揮官を任された。1864年3月12日、 テネシー軍指揮官、ウィリアム・シャーマン少将が、西部戦線全軍の指揮官に昇進した後で、テネシー軍の指揮官を任された。そのテネシー軍は、シャーマンの右翼となり、カンバーランド軍とオハイオ軍と行動を共にした。1864年5月5日、シャーマンは、アトランタ方面作戦を開始した。シャーマンは、ジョージア州ダルトンに向かってその軍隊の大半で、 陽動行動を行う作戦を立て、マクファーソンが、南軍ジョセフ・ジョンストン将軍の攻撃の矛先を、しのぎ、南軍を罠にかけようとした。しかし南軍は、最終的に脱出し、シャーマンはマクファーソンを避難した。しかし、南軍を逃がしたのは、主にシャーマンの作戦の方に、欠陥があったからだった。マクファーソンの軍隊は南軍を、 活発に追跡し、キングストンで補給し直した。その軍隊は、パンプキンクリーク近くに尻き、そこから南軍を攻撃して、ダラスから追い出したが、これはシャーマンがそうするように命令したかなり前のことだった。ジョンストンとシャーマンは互いに策を掛け合い、その結果が、ケネソーさんの戦いでの北軍の敗北になった。 マクファーソンは続いて、マリエッタの戦いで側面を突こうとしたが、同じように失敗した。マクファーソンの石板が7月17日、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは、ジョン・ストンのミサオ軍と交代の戦略に号を煮やし、指揮官をジョンベル・フッドにすげ替えた。フッドは結局破れアトランタに交代した。一方マクファーソンはその軍隊を、 ディケーターに進軍させ、そこからアトランタを見下ろすボールドヒルの高地に進んだ。7月22日、マクファーソンは南軍がアトランタを離れたことに気づいた。シャーマンは南軍が敗北して死を明け渡しているのだと考えた。しかし、マクファーソンは南軍が北軍の右翼と後衛を攻撃するために移動しているのだと考え、これが正しかった。彼らが、 新しい展開について議論している間に、南軍ウィリアム J ハーディ中将の四個師団が、北軍グレンビルドッジ少将の第十六軍団側面をついた。マクファーソンが馬に乗って、以前指揮していた第十七軍団に向かうと、一体の南軍三兵が現れ、止まれ、と叫んだ。マクファーソンは帽子を取るかのようにその手を頭に持って、行ったが、突然馬を返して、 逃げようとした。南軍兵が発砲し、マクファーソンに致命傷を負わせた。その敵対者、ジョンベルフッドは次のように書き記した。私は、旧友で、少年時代の友人ジェームズ・ B ・マクファーソンの死について、その知らせが、本当に悲しみを誘ったことを記したい。 我々は1853年に卒業して以来、互いに異なる方向の異なる任務を命ぜられて、来たので、再会するのは、我々の運命ではなかった。我々を戦争で敵対する側に置くことになった、経過した時間も異なる考え方も、私の友情を現ずるものではなかった。実際に若い時に形成された愛着は、彼が、 ビックスバーグ近辺で我々側の人々に示した行動に対する私の称賛と感謝で強められた。彼の思いやりと親切な待遇は多くの北軍主観によって追求されたやり方と対照的に際立っていた。カンザスシューマク・ファーソン氏の騎馬像。ありがとうございます。